それじゃあポケスタ2が出てきそうですかね。あ、でも BGM が違うか。挑戦状1戦目。これが様子見。ワンジャンプ。空中後ろに下強で取ってラインを詰めていく。まずは出方を伺うという2人のやり取りですか。だいぶに飲み込みから空へが見えたが、ここは暴れ。体重を生かして押し出す押し出す。ジャンプなさそうだぞ、大丈夫か。しっかり戻ってくる。早出しのルートを最初に潰そうっていう無表情選手の狙いが見えましたね。そうですね、やっぱり崖を嫌がって上から帰ってくるのをまず咎める、そういう意識がありましたね。そうですね。さあ次は崖をやらせてもらうぞと準備万端か。上下に出せるわけにはいかないが、上スマッシュをここはかわして横必殺技で反撃。場外に追い出して空への裏当てですが、変更が完璧。横必殺技で外まで追い出して下強に触れに当てて脇継続、対比上がりから空前相打ちで状況的に美味しいのは亀井側か。空中上で暴れてちょっかいをかけて回避上がりを通して空中後ろ低い。わずかな隙をつきましたね。ちょっと空上を振ってたので、ジャンプ上がりとかを咎めるような、ちょっとどっちかというと入れ込みチックなあれだったかもしれないですけども、その後ケアが無表情さんさすがでしたね。そうですね。その場上がり等にも広く刺していけるような空中上の隙をかいくぐって三浦選手が先制。着地狩り空前ヒットしてゴールドで固めてラインを詰めるが、ここは空前暴れ横必殺でタイミングをずらす。さらに吸い込みに最大、結構台下の吸い込みだとかなり最大取るの難しいんですけども、その辺はやっぱカムイの横の強さが出ましたね。そうですね、上から行くというのが王道ではあるが、カムイには横必殺技がある。横軸でも最大リターンを用意することができた。もう一つはジャストシールド取って圧をかけて崖へ反転。シールドから様子見だったが、ここは下強で暴れる。移動回避で着地をずらして下強指導、空へまでだが空への暴れ。体重に物を言わせて進軍空中前空気寿司で通していく。ゴールドを避けるには回避か暴れしかないので、どっちにしろあそこまで距離詰められると撃墜の展開になるような。そうですね、どちらを切っても下からルートを余儀なくされる。ルート制限の妙が出た。空中前対空当たって台上飲み込みからの上強はかわすが、ガンガンラインを上げるぞ。お互い開票通すが空中前で競り勝っているのは無表情。空中前に発生が地区上だったが押し返す重量級。小技を当てた時に後ろに下がりきらないというのがやっぱり重量級はいいポイントですよね。そうですね、お互いになりますけど、技をガードさせた後に無理に下がりきらず、そのまま中距離を維持していちいち距離を広げずにいけるのがいいというところでしたが、思わぬ頭を出す上必殺技にしっかりシールドから最大リターン。横スマッシュではまだ撃墜はしない。ここを切り離してからタイミングをずらして崖を捕まるが、横必殺技さすがに2回目の崖は許さない。さすがにそうですね、ちょっと発生が早いので、しかも遠くから出せるのであまり2回目を苦にすることなかったですね。そうですね、カムイの前にはごまかしの手段もあまり多くは用意できないでしょう。空中前でシールドをめくるが、ここでライン振り状況から掴んで空気寿司の展開を作った。さあ地獄の崖空上で上がるが、ライン詰めるところにしっかりダッシュシールドに掴みで回答。ジャストシールドでフレームの無駄もなくして崖狩りが続くぞ。空へのを引っ掛けたジャンプに空上からの着地狩り継続したいが、多段ジャンプが強い。移動回避で空中後ろかわすが台上上強はまずかいくぐる。撃墜はそのランプ、そろ危ないですね、上強空中後ろ空中上全部撃墜ですね。そうですね、これ大丈夫か。ギリギリ届きそうだが回避上がり横強。ここでスパーツ感に生じた精神の揺らぎをついていくのが LY だ。ああいうわずかな操作ミスからね一気に試合が崩れるもんですね。おそらく最後の、回避上がりデデデの回避上がりについては崖受け身をしようとして入れたガードが先行入力になって回避上がりになったと。ああなるほど。そこをきっちり後ろ投げとかではなくて、横強で狩るですね、このシーンさすがですね。結局後ろ投げだとベクトル高いので、その上から帰られる可能性もあったと。それをしっかりケアして下から帰らせるように低く飛ばしたっていうのがさすがでしたね。そうですね、一見地味には見えるが隠れた好プレーの横強攻撃での崖狩り継続で LY が1戦目を取った。2戦目ホロバスティンが出てきた。台の配置がさっきと若干異なっている。ライン振り状況であまり飲み込みとかのこう選択肢を取れる側が取りづらくなりそうだ。されづらくなりますね、亀側は。どんな部分でエルバイカムイを切り崩す。ただその分このゴールドを出すパターンもちょっと増えてくると思うので、その辺はやっぱり台のが真ん中っていうところはゴールドを出しやすそうではありますね。うまく飛び道具を受験して攻めていきたい。受け身を取っているぞ。台上飲み込んで横強で圧かけて横必殺技に食う前、ここはゴールドを弾き返してラインも返す。口に取られてジャンプに暴れ、上からのゴールド反射はしっかりケアしている。ジャストシールドから読み合いを仕掛ける。ジャストシールドではね、フレーム速い技があんまりないですけど、ジャストシールドを取れば食らいついていけるかというところだったんですが、ここは先行取っているのはエルワイドが我慢と、ちょっとタイミングずらそうとした NB でしたかね。そこに突き刺したゴールド、お互い1ストックずつ取り合った。空中絵がいっぱい当たったが、これは体重が重たい分食らってもらうぜという一手。飲み込みに対して植木を指導から台を降りて何かしたそう。クエヌタイミングをずらして、空中上までしっかり高いコンボルート。ジャストシールドで反転した強から、なるほど LB 回避をミスですかね。シールドからこの辺りの最大を取ろうとする気概っていうのは、ちょっとエルバイさんらしさが出てますよね。そうですね、確定コンボに甘んじるのではなく随所で読みでダブルアップ狙うっていうのが、エルバイカムイブシしっかりゴールドを跳ね返して間合いを詰める。横強をかわして空中に取られて浮かせるが、落下が早いものの、なるほど大より NB。 おそらく先ほどまでジャスがをケアしてたの、多かったので、そのジャスがをケアしたタイミングずらしの NB でしたね。そうですね、いい選択肢だ。さあ台の上飲み込んでもう一回読み合い回避確認して、横強を打ちにいったが、空中へと相打ち。ちょっと状況的に美味しくないのは出てるようにも見えたが、このガキはどうだ。そろそろゴールド反射も見られ始めるこの間、なんとつかみに空中城、いきなりの一手だったが、ここはカウンターでゴールドをケアしつつ戻ってくる。逆転しっかりしてますね。そうですね、間違ってたらおそらく激痛でしたね。致命質は何だったのかというほど低い吹っ飛ばしに抑えたが、ここは深め吹き寿司。ゴールドによるルート制限ですね。空中に取るに上スマッシュ、ここは打っていった。打点が高めだというのを即座に判断しましたね。かなり今の判断いい判断でしたね、結構無理したところだと思うんですけど、さあ台を軸にしてオリクエヌからダッシュ攻撃つなげて、そのまま空前空上まで奇想天開コンボルート。ここ必殺を突きしてきついところだったが、アーマーを温存するために下入力。うまく崖を上がってきた。つかみで揺さぶりをかけに行くが、LY なかなか捕まらないぞ。上に投げて空中へ着地狩りの展開を作って、下強、ここは横必殺技、上前の着地硬直に合わせて横スマッシュで差し違える。センスきましたね、基本的にやっぱりさっきまでと、ずっとゴールドを出して、ゴールドを変えさせることで、まあ、崖につかまりにちょっかいを出させないような形をとってたんですけども、今度はそれを呼び切って、まさかの横スマでしたね。かなり珍しい高だと思うんですけど、まあ、仮に食らったとしても、自分は撃墜しないけど相手は撃墜するだろうということで、いい選択肢を通しました。さあ日本先生、ただでは終わりたくないぞ無表情。いいですね、お互い結局なんだかんだ崖も着地もしっかり、拒否できているので、まあ、投げはいいと、投げ以外の火力が高いのを拒否しようという形で、ジャスガがちょっと多くなっている印象ですね。そうですね、さあ高めの回復を許さず、どちらが先にダメージレースで優位に立っていくのか。中央台を駆使した空中攻撃の嵐からすると、ちょっと捕まえるのに一苦労。ここは下強攻撃、着地に通して反転シールドから空中ニュートラル、空下がに追いつつ空中ニュートラルから空中シロー、この低さはルートがなさそうですね。完璧に防壁を張ってましたね。今結構ギリギリまでため、大丈夫か。さすがにLyさんも多分ギリギリまで考えるために、急降下入れずに横移動しながら考えてたんですけど、全くなかったですね。帰れるルートがぴったりと、つかず離れずを維持した、まさに無表情のシリアルキラーだ。空中へから空中に取られる、空中へにつなげて着地を買っていきたいが、横スマッシュには多段ジャンプで引っかからず、中央台を駆使して読み合いを展開するのは無表情。どちらにとっても中央大都合が良さそうだったが、ここでゴルドー返しにある返しですね、うん、横ビでねサイド掴みながら投げることができると、うん、見え始めましたが、ここは流線車しびれの部分でもさすがに、うん、まあ画面端でしたね、さすがにはいループまで伸びきった。下級を低めに飛ばして掴みに行くが、硬直した優秀ジャストシールドを取って下級から反転上強打、ジャンプを読んで空中へ強気のダブルアップが目立つようになってきた。劣勢状況でこそ鮮烈にというのが LY のプレイスタイルか。掴んで下投げからの着地狩り、横スマがあるぞ、ホールド分で伸びきるかというところでしたが、ジャンプがないのでそうですね、おお耐えてるスーパーデデデジャンプ、スーパーの名は伊達ではない、伊達じゃない、アーマーでしたね。そうですね、今度は崖を捕まって植木を仕掛けていくが、ここは回避の先にも手が届く横スマッシュ、うまく合わせた。これも先ほどと同じくジャスガケアのリレー、すかし横スマでしたね。ですね、なんだホムラみたいな謎はコンボレートがありましたが、おそらく利用者リヒットしていなかったか。空中前からつなげてオリクエに当たるとちょっとダメージ高そうだ。とはいえデデデ重量級のファイター、まだまだここから体重差を生かしてまくっていきたいところだが、中央台を駆使した指導があまりにうまいか、横必殺技、ね、そろそろ横必殺技先端だと危ない、刺さってるぞ、ね、なるほど、受け身を取って下から戻るが回避上がりに横スマッシュまだですね、耐えている、食いしばっているぞ、その持ち前の脂肪で空中前からなんだ、空中前はギリギリかわして上必殺技、ギリ無敵で上火の無敵でかわしましたね。そうですね、このガキ地獄耐えているがジャンプに空中しろ横スマッシュで全ての逃げたくを潰した。最後に待っていたのは空対空の空中しろでしたね。最後は、まあ、素直にねカムイの強いところをしっかり出し切って撃墜でしたね、うん。いや、そこまで崖狩りでね横スマッシュ食らっちゃうともう飛ぶしかないじゃないっていう。そうですね、うん、こうまあやっぱり体も大きいので、うん、まあ、ジャンプ出始めにも当たってしまったり結構嫌な横スマの当たり方が多くて、ちょっと印象としては非常に悪い印象がつきましたね。そうですね、1枚崖で上手にいったのは LY のカムイだったと。なんかフォローバスティオン の台の左右から降りるときに、はい、まあ、ジャストシールドに対応するために、はい、NB お互い NB を使ったりだとか、はい、こう素直に空中攻撃を振ったりだとかっていうのは印象的だったんですけど、台下に対してこう LY 側がこうオリクーエネで指導するみたいなコンボの展開、はい、が多くて、中央台をよりうまく活用してたのがなんか LY みたいなイメージありますね。ちょっとデデデ側は、まあその落下速度が遅いのもあるし、うん、クーエネがそもそもそんなに強い技ではないので、うん、その台よりクーエネとかがしづらくて、うん、ちょっとやっぱり台関連はあまりうまくいってなさそうな感じではありましたね、うんうん、そうですね、台回りで大きく差をつけたような印象のある試合でございました。 LY が勝者側で2日目に駒を進めます。やっぱお互いの、うん、まあ、いいとこというか、うん、まあ、LY さんはそのカムイを使ってるにもかかわらず、やっぱり要所でダブルアップしながらリターンをしっかり出す、無表情さんも耐えるとこ耐えて、うん、しっかり弾力で耐えながら要所要所で痛い撃墜択を通すと、うん、空後なり、まあ、こういう部分ですね、なりっていうのが、まあ、ちょっとお互いのいいところが非常に出てるような試合ではありました、ね、そうですね、いいとこ勝負で上回るのが LY だ。なんか思ったより、うん、崖離し空上とかの、うん、カムイの崖離し空上とか強くてゴルドがちょっと機能してないイメージではありましたね。もう少し機能するか